あ、だんだん痛くなってきた。はい。だんだん痛くなってきた。硬いのか。そうですね。感覚がはい。出てきた。はい。うわ、結構痛い。そうですね。そうそう、なんかやんなきゃいけないとか、やると何かいいことがあるとか、そういうこう押し出す何かがないそうですと、ね。なんとなくで始める続けるっていうのは難しいっすそうよね。そのね。健康のためだけでは動かなく、ですよねえ、ね。なんか動機としてはやっぱり弱いっすよ弱いですね。よね。優先順位としてはだからやっそうぱでりす低ね。いですよ低いでね。すよね。確かに。そうなんです。痛いですかねえ、そうですね。ね。なんか右の方が肩、ぎこちないっていうか、周りが。不自然というか、しっかり回らない感じありますね。そうですね。右の方の方が悪いんですよ。そうですよね。後ろに行きづらいですかね、主にね。そうですね。今ちょうどその指で押さえられてるところが、よくこう腕組んで痛くなってああ、る。そうですよね。ラーメン屋さんっていつもはなんで腕組むんですかね。ね、あれ何なんですかね。ねえ、やっぱ職人みたいな感じなんですかね。そうい腕うイ組むんメージですですかかね。ね。ねなんかこう、頑固そうみたいえ。な感じを出すことによって、味にストイックだぞっていう、
あれですかね、目的ですかね。あのこれマッサージとかリラクゼーションの世界で、はいはいはい、腕組んでたらちょっとあれですよ、ね、はい、なかなかないですよね、はい、腕組んであの施術者がこう腕組んでやる気なさそうですけど、もう怖い感じしますけどねいないですよね、そういう人。そうですね、どっちかっていうとむしろなんかこう前に出してる感じですね。前出してこう笑顔で、はい、笑顔でね、いらっしゃいみたいにしますよね。あとこう親指ポーズですよね。ああこうですよね、もう揉みますよみたいな。腕組んで、あのちょっと顔しかめてこだわりの施術みたいなまあね、確かにそうですね。まあ、そういう先生も低そうな感じを出す人いそうですけどね、確かに中には結構整体師変わり者多いですからね。確かにね、個人でやる分にはね、問題ないですからね。まあそうですよね、微妙に痛い微妙に、すごく痛いでもなく微妙に痛い、微妙に痛い。これははっきり痛いじゃないですか。そっちの方が痛いですね。そうですね。あ、だんだん痛くなってきた、はい、だんだん痛くなってきた。硬いのか。そうですね、感覚が出てきた、はい、結構痛い、ね、なんかね、やっぱり気になりますね、肩の動きの悪さ。あれですかね、俺の人生の容量の悪さ出てる。容量いいんじゃないですか。なんかもうちょっとなんか器用に生きれたのかなって。はい、まあでも誰でもそうですよね。でも私も哲也さん器用なイメージありますよね。誰でもあそこはやっときゃよかったなとか、それありますよね、誰しも。一つや二つや三つや四つ。そうですね、うん。もっとこうしときゃよかったなとか、なんかね。うん、私、割ともうしょうがないなと思ってたから。そうですよね。しょうがないですよ。なるようにしかならんすよね。そうなんですよね。なんか私よく迷子になったりするんですけど、あ、まあ、たくさん歩いて健康にいいみたいに思うようにして。あ、そうですね、はい、いや確かに、うん、もう受け止め方一つかなって思いますね、そういうのは。まあ、いやなんかうん、もうちょっとなんか人生お金に執着して生きてもよかったかなってちょっと思ったり。そうなんですね。全然稼ぐことを頭になく生きてきたんで、だから最低限、はい、生きていけるだけの収入があればいいやって。全然いいじゃないですか、そういう考え方も。ただ、もうちょっとやっぱり、なんか若い時はそれでいいんですけど。あ、はいはい。確かにね、選択肢がね。そうなんですよ、狭まるし。はい、確かにね。で、生きてるだけでもなんか病気になるじゃないですか。ありますね、はい、それだとまずいなっていうんで、はいはい、そうなんですよ。なるほどね、うん、確かにね、でもなんかその稼げる手段を知っといた方のが、はい、うん、そうなんですよ、うん、ね、なんか、ちょっとね、それは相当知ってそうですけどね。なんかいろんな方と交流してたから。あ、それはなんですよ、いかんだと思って勉強したんです。そういうことなんですね、だからまあその時に気づいてよかったな、あ、なるほどですね。あの時気づかないで今気づいたのではまた全然選択肢多分そうですね、違ってるんで。あ、なるほど、なるほど。まあもっとなんか日本の景気がここまで悪くなる前にもっとやっておけばよかったなっていう、あと、
まあ今更ながら。なるほど、そうなんですね。まあしょうがないですけど。そうですね。そうなんですよ。やっぱ若い時って、これがずっと続くと思うじゃないですか、なんか。特に20代って、ね。あんま先のこと想像つかないですよね。こういう、なんか自分の、はい、なんか、時期が永遠に続くものだと思ったんですけど、やっぱそれが20代か30代、30代か40代になることについて、やっぱこう変わっていくじゃないですか、周りも。そうですね、変わりますね。そうなんですよ。その時に、あ、やっぱり、自分だけが生きていくだけのお金が いけないんだっていう、気づくようになってきて、これはやっぱり、ある程度稼ぐと稼いっていう。なるほど。なってたって。だから自分恵まれてたんですよね。あ、まあ言ったらね、そうですね。恵まれてらっしゃると思います。恵まれてたんですよ。まあその苦労してなかったってことですよね。そうですね。よし、じゃあ今度仰向けですね。はい、お疲れ様でした。いやー、すっごくいい気持ち、はい、いいですね。やってないじゃん。どえらいことになってましたけど。軽いですよ。ね、体がちょっと伸びたような感じ。全然柔らかいですね。死んでる感じなくなりました。でも鏡あるんですけど、やっぱちょっとなんか顔つきも少し明るくなってるな。なってるなってる、若返ったというか。だいぶやってもらいましたからね。そう。ここそうなんです。ペタのチャンネルが。ヤクルトの応援チャンネル、つばめ魂やってます。オリザルキャラクターの T シャツとかクリルスタンド、すぐ手元にないんです。絶賛発売中で、発売中ってことで、興味持たれた方はそちらもチェックということで、こちらでね、リンク紹介しておきますね。はい、ではご視聴ありがとうございました。皆さんのチャンネルもチェックしていただいたりしながら、はい、次回をお楽しみにしてください。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。 See you!